カーティス・ウィルバーは、アメリカ海軍のアーレーバーク級ミサイル駆逐艦の4番艦、ミサイル防衛対応艦船。艦名は、カーティス・ウィルバーにちなむ。カーティス・ウィルバーは、メイン州バスのバス鉄鋼所で1991年3月12日に、寄港、1994年3月19日に、カリフォルニア州、ロングビーチで収益した。収益式典では、 海軍長官ジョン・ H ・ドルトンが演説を行った。1994年末、カーティス・ウィルバーは艦隊併用合同演習、リムパック94に参加。同演習には30隻以上の艦艇、多くの潜水艦、地上基地及び航空母艦から多数の航空機が参加した。この演習中に、カーティス・ウィルバーは防空コーディネーターとしての任務を行った。 さらにその夏、検査及び調査、最終公務によって評価が行われた。1994年10月、カーティス・ウィルバーは女性の陸民を上官させる初のイージス艦となった。カーティス・ウィルバーは1995年7月31日に西太平洋に配属され、ペルシャ湾に向けて出航する。アメリカ海軍中央コマンドで展開した一方、 オペレーションサザンウォッチ及びビジュラントセンチネルを支援した。同作戦参加時にカーティス・ウィルバーは航空船、対地上船、海中船及び攻撃指揮官を務めた。さらにイラクに対する国連制裁を支援する第5艦隊特別遠征対策本部の一部となった。1996年9月、カーティス・ウィルバーはサンディエゴから 日本の横須賀へ母校を移し、第七艦隊に加わった。日本への到着に際して、カーティス・ウィルバーは、最終評価期間において、テイラード・シップストレーニング・アバイラビリティ2及び、3を完了した。1997年2月15日に、空母インディペンデンス戦闘集団に配属され、タンデム・トラスト97と、コブラ・ゴールドの両演習に参加した。この演習で、 カー,ーティス・ウィルバーは航空戦士機関を務めた。1997年の残りは、ジャベリンメーカー、ミサイレックス97から4、アスフェックス97から 6JAA、ハーメックス97から2、ニュレックス 09G、コンピューテックスといった第7艦隊の各演習に参加する。カー,ーティス・ウィルバーはその艦隊への貢献で1997年の デストロイヤースカドレン15バトルエフィシェニシーウィナーに選出された。2001年10月1日、カーティス・ウィルバーは新たな配備のため横須賀を出港した。空母キティホーク打撃軍に配属され、ペルシャ湾での普及の自由作戦に従事する。その後10ヶ月に及ぶ港湾訪問を開始、12月13日から15日まで太陽国のプーケットを訪問し、 12月23日には、横須賀に寄港した。2002年2月初めに、カー,ーティス・ウィルバーは、横須賀を拠点とする、米海軍のオブライエン、カウペンス、ジョン・エス・マケイン、チャンセラーズ・ビル、カッシング、バンデ・グリフト、ゲイリー、サセボを拠点とする、エセックス、給油艦ジョン・エリクソン、海上自衛隊の補給艦ガミと共に、ミサイレックス・レイニに参加した。 同演習は2月7日から8日にかけて沖縄諸島近海で行われ、エリクソンと相模を除く全艦艇が対艦ミサイル防御訓練を行った。訓練に先立ち、相模が数隻に海上補給をした。また、カーティス・ウィルバーは2004年8月にベトナムのダナンに入港。 ベトナム戦争後の1976年以来、同港に入港した初のアメリカ海軍艦艇となった。2011年3月、カーティス・ウィルバーは、空母ロナルド・レーガンと共に、東北地方太平洋沖地震で被災した、日本の支援に派遣された。この支援活動の際、福島第一原子力発電所事故によって漏出した、放射線に被爆した。友達作戦も参照。 2019年3月24日、台湾海峡通過をアメリカ沿岸警備隊のバーソルーフと共に実施した。2021年2月24日と同年5月18日にも台湾海峡を通過した。同年5月20日には中華人民共和国が実行支配するパラセル諸島付近で航行の自由作戦を実施。中国は領海審判と避難し、 南部戦区の艦艇と航空機が追跡、監視したと発表した。ありがとうございます。